2024年もどうぞよろしくお願いします。イ・アル・サン・スイです。はい、はい、今年ね始まって皆さんご存知の通りも地震があってねちょっと大変なことになっておりますけれども、ここでね私もなんかできないかなって思った時にいつも走ってるランニング友達若菜ちゃん、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2023年一歩いっぱい走ってもらって、いっぱい走ってね、この動画ねちょっと一本目になるの。若菜ちゃんありがとう。そうだね、ありがとうございます、はい、今年もお願いします。お願いします。でいつもねこう私たちここら辺をぐるぐる走ってるんだけど、うん、なんかできないかなってことで、うんうん、そうだね、1月6日の11時、はい、代々木公園の噴水前からですねちょっとイベントをやらせてもらいます。詳細はちょっと概要欄に入れさせてもらって、はい、全額寄付してみんなでね被災地を応援できたらなと思って、そんな企画をね、はい、立ち上げさせていただきました。そうですね、ちょっとなんか走ることで、うん、あの応援できることっていうか、うん、私たちにできることは、ね、はい、あるのかなと思いますので、よろしくお願いします。ということでね今日やる練習はもうこの動画で、あ、違うな、ごめんこれを全部流します。カットしないよ、もう撮影の裏側どうぞ。そう、今日やる練習はね、はい、はい、本日やります練習は200マイル10本。いい練習待ってました。これさちょっとスピード練習最近やってないんだよねとかの人でも、うん、400はきついけど、うん、200はいける、やりやすいし、そうそうそう、スピード感覚を、うん、結構あの短い距離の中で、うん、充実して、うん、サクッと取り戻せる練習、取り戻せる、そして、うん、インターバル私やったことない怖いわっていう人も、うん、200だったらこの前さほら初心まださ初心者の方一緒にやる、そうだね、そうだから全部やんなくてもいいから、うん、休み休みで、うん、とりあえず今日は3本やってみようとか、うん、本数は自分で決めて、うん、トライしてみる、そうだね、そうするとさ、うん、動きがさ、うん、すごいこう200だから結構大きく大きく動けて、その後のジョグの時にあれなんかちょっといつもより走りやすいっていうことが起きる、うん、かなり楽に感じるのかなって思う、うんうん、ね、うん、200のスピードをまず、うん、まあ上げていくと400走れて、うん、そっから800、1キロ、うん、まあ1500、3000、5000と上げていけるから、うん、はい、ちょうどいい距離だよね。いいよね、うん、お正月いやもうちょっと走る気がって方はぜひ、うん、早いのやるとねスカッとするので、はい、であといいよゆっくりでもいいよっていつも言ってるけど、うん、楽しいと、うんうん、こういう早い練習もできちゃうから、できる、一緒にやってみましょう。おお軽い、軽くなぜか軽すぎた、軽すぎた、よし、ということで本日は200メートルを10本ねやっていくわけなんですけど、これ3時間30分切って3時間10分目指すぞ、大阪国際目指すぞと思った時にめちゃくちゃやった練習なのね。でなんでかっていうと、とにかく私にはスピード、根本的なスピードがなかったので、200メートルという短い距離でスピードアップ、38位以内で走れたらいいね。いいね。でこのままジョグでつなぎます。女子に特に多いと思うんですけど、根本的なスピードがない、1キロ4分切るのもきついって方ね、短い距離ぜひおすすめでございます。とにかく私200メートル40秒切ることもできなかったし、いやいや100メートルを20秒切ることもできなかったんですよ。で今日はねこんな感じで楽しく2人で10本やっていくんだけど、4本、いや2本でも翌日翌々日のジョグが変わるので、ぜひ早い動きもね取り入れてみていただけたらと思います。あ、止まっちゃった、ジョグジョグ止まっちゃった、止まっちゃった、止まっちゃった、止まりたくなるよね、止まりたくなっちゃった。合計4キロになりますか。そうそうね、200いって、うん、200ジョック、うん、でかける10は4キロ、ね、で早い人とやるときは早い人先行ってもらって、自分はジョグを100とかで、うん、こうちょっとゆっくり、そうそうそう、いろいろアレンジして、どんなレベルの人でも、うん、一緒にできる練習、うん、いや記録向上のための練習なかなかできないよって方もね、こんな感じで楽しくきつくなんかゴールが見える練習なんで、200メートルという絶妙な距離ね、いいんじゃないかなと思います。
くっていう感じで、わかるじゃんってやると、やっぱスピードめっちゃあるから、私はないからね、いい色を鍛えてもらえる。こちらこそ、いや、必死でついてくっていうのもね、いい練習です。ねえ、一人だと絶対できない。できない、できない。5本目後半これで今日走ってて、あ、今日走りやすいなと思ったのね。で動画見てやはりと思ったんですが、反り腰が緩和されておりました。やっぱりね、年末年始に結構しっかり筋トレとストレッチやってたんですよ。でそうすると体が反らないので楽に体重移動ができてスピードが伸びます。本当にみんな2024年筋トレとストレッチで改革だ、頑張っていきましょう。こんな感じで若菜ちゃんとは走り方が全然違います。もう若菜ちゃんね、何かの動物でしょうか、動物なのでしょうかっていうぐらい、まあ、動物です、人間動物なんですけど、ぴょんぴょん、この跳躍力羨ましいね。あ、頑張るか、後半さあ、お願いします。せっかくね、皆さんいい携帯スマホお持ちだと思います。スローモーション機能なんかもね、使って自分の走り撮ってみてください。なかなか自分で撮れないので、お友達と取り合いっこしてみてください。新たなる発見が2024年あるはずです。フルマラソン1秒違かったら42秒だもん。全然違うよな。去年私は3時間38秒だから。いやそれ1秒1秒悔しい、1秒削り出せなかった。わかる。腕振りもね、人それぞれなんだけど、私は疲れてくると脇がどんどん開いていきます。そうすると足がなかなか上がらなくなってきます。37、行きましょう。本当にね、7本目ぐらいから、あ、まだ待って、まだ待って、7本目ぐらいからきつすぎて、やっぱ10本ってちょっと違うね。違うね。そこからです。間違えた。はい、いいよ、 OK。 はい、私が水筒を置いてったら帰ってくる時にカモミールティー入ってきて、優しすぎでしょ。いやいや、ありがとう。この前ね、スイちゃんが入れてきてくれたミルクティーがすごい美味しくて。本当、うん、練習に。あったかいのもね、いや、こういう時期はいいよね。本当ね、スイちゃんとは結構近いけど真逆で、そうそうそう、私はもう冷たいのが好きなんですよ。もう体がホットホットの人だから、キンキンに冷えたなんかとか、ね、私はいつも寒いから、あったかいのばっかりなんで、そう、じゃあ真逆だよね。でマラソンの時にめっちゃ食べる人、食べない、食べないんだよ。食べれないの、体質的にすぐ出ちゃうから。食べたいんだよ。そうだよね、大食いなの。だからそう、これ本当にさ、マラソンのエネルギー取りって難しいよね。本当そう、自分に合ったものを見つけるってすごい大事。だよね、私そっか、重度のイカ水。そっか、そういう方は、そう、ね、わかんないと同じっていう方で、対策もし持ってたら、ジェルもダメなんだって。あんまり取れないんですよ。だからフルマラソンの前に、エネルギーゼロで走るんだよ。ゼロ。普段の
貯金で走ってる。どうしたらいいのよ。はい、お疲れ。お疲れ。ありがとう。乾杯。肉まんで乾杯。手が冷たいから肉まんいただきます。幸せ。終わった後肉まん食べましょう。ね、ね、ね、ちょっと、いろんな人にも声かけてね、そうだね、いいよ、来れるとね、6日、お待ちしてます。なんか、応援っていうのもさ、なんかこう、寄付もいいけど、あの、なんか楽しいんでね、楽しくて、寄付して楽しいっていうのいいよね。いいと思う、なんか、みんながいい形でっていうのがいいね。ね、私たちもあのウィズランでね、あのワンコちゃんたちにもねずっともう4年か、寄付ずっとしてね。そう、殺処分されるであろうその、ワンちゃんをね救って、みんなのそのね、頑張ってくれてる、はい、広島で頑張ってるピースワンコジャパンのとこにもずっともう4年、みんなでずっと寄付し続けてて、そうですね、それももしね興味ある方もあったらね、見てもらって、なんか本当助けでここだったらいいな、その寄付もさどこでもさっていうのよね、自分でここだったらいいなって思うところとかね、やってるっていうのがなんかいいよね。いいと思う、ね、ちょっとできることを考えながら、ね、そうだね、でも本当6日もみんなが楽しいなと思うことをちょっと考えますので、はい、ぜひ気軽に、ね、遊びに来てって感じでね、はい、お願いします。11時、噴水広場前で代々木公園、お願いします。人数がありがたいことで多くなったらそれなりの対処、対処法でちょっとばらけるように、あの代々木公園に迷惑かかんないようにね。そうですね、この辺いろいろあるので場所が、考えます。進む道が塞がれてしまう。